はい、皆さんこんにちは、万歳大家です。今日はとっても天気がいい沖縄だけどね、2日前の天気予報は今日は雷雨だったんですよ。沖縄の天気予報っていうのはね、見ない方がいいと思いました。申し訳ないですけど、そちら方面の方にはね。それで今日のしゃべりはですね、バイクを乗ってね、今から自宅に帰ろうと思うんだけど、最近のね、ワンルームマンション大家としての万歳大家、これが本業ですから、YouTuber ではありませんからね、万歳大家はね。じゃあこれは一体何なのだ。おっと、住んだもんの登場なのだ。万歳大家さんはまだ収益をもらっていないので YouTuber ではないと思っているのだ。枝豆、今どんなことが気になってるっていうかね、今心配事を思ってることをちょっとね、今おしゃべりして残しておこうと思ってます。まあ、はっきり言って大きなね心配事はございません。万歳大家ね、やがてね、その一番最初の物件を買って、で家賃収入をいただいたから、18年の後半、19年目になるのかな。正確には初めてお家賃をいただいてからこの4月の時点で19年と3ヶ月になるのだ。大家業ももう初心者じゃなさそうなのだ。まだいずれにせよね、20年経ってないです。でもそんだけ経っちゃったんですよね。でその間ね、最初の頃はね、もうひたすら倹約して、倹約に倹約、それでね、たまったらすぐ買う、たまったらすぐ買う、500万か600万ぐらいあったらね、もう適当なって、いい加減なじゃなくて、あったような、その時買えるようなもの、一頃ね、それでも買えなくて、横浜の物件をね、立て続けにポンポンポンと買った。それ以外は全部東京です。そういった最初の頃は本当に倹約して、とにかくね、所有物件増やそうということで、今ね、ぶっちゃけ話しますが、22の賃貸物件があります。それと沖縄のお部屋とバンコクのお部屋、所有物件は、まあ、マンションですね、ワンルーム。バンコクも、まあ、お披露目のワンルーム、沖縄は2部屋ですから、まあ、1LDK なのかな、ほぼほぼワンルームですよ。それ混ぜるとね、24、2ダースになりました。それで、まあ、記念、区切りよく25まで行こうかなとか思ってたんだけど、いやもうね、いいんじゃないかなと。自己使用の不動産も加えると、実家も加わり、都合25の物件を所有することになるのだ。売却済みのお部屋は7物件なのだ。逆にね、出口、いつ売却しようか、その売却もね、心配してません。まあ、中にはね、買った時より安くなっちゃうかな、売り値がね、っていうのもあるかもしれませんが、サブリース物件なんかもね、ありますから。だけどね、まあ、ほとんどお客さんついてますしね、まあ、いわゆるオーナーチェンジっていう形で、まあ、とにかくね、不動産会社の方から何々のお部屋を買いたい人がいます、いくらなら買います、売却しませんかっていうのはもういっぱい来てます。だからね、安くすれば間違いなく売れます。そこら辺あたりは全く心配してません。あと心配になるっていうのはことになると、今現在ね、進行中の物件のそのお客さんが出てったり、次入居、今入居待ちが1件あるんですけど、1件ね、それが心配じゃ心配なんですが、そちらの方もね、まあないわけじゃないけど、ないといえばないです。そんな感じです。だから今ね、今日なんかもね、ネットニュース見たらね、ここからはタイに在住するために気になる為替の話を少しだけするのだ。それも心配事なのだ。円が158円1ドル。いやー、そんなになっちゃってね、
そのうち200円ぐらいも行くんじゃないかなんて人もいる。万歳用や170円ぐらいまで行くんじゃないかなと思ってます。意外とね、万歳用への読みはね、まんざらでもないなと思ってたりするんですよね。うん、まあ日銀は昨日あったあれ、会見ではね、もう金利上げる気ないよんっていうね、総裁が言っちゃってるんで、まあ、金利上げる気ないというか金利上げられないんだと思いますよ、万歳用や。なんかね、国の借金、日銀肩代わり特別措置法とかね、国の借金モラトリアム特別措置法みたいな、それでチャラにするとかね、どうせね、日銀がお金吸ってそれで借りてるのは政府がの借金なんですからね、あれね、確か。だからそういうこともね、できるんじゃないかなと思うんですよね。昔武田常康さんがね、すごいこと言ってましたよね。通貨、日銀が、通貨発行してんだけど、硬貨はね、日本国政府が発行してんだってことね。まあ、ちょっと詳しいことは正しいかどうか知らないですけど、だから1000兆円分の記念硬貨を一つ作って、それをね、それと引き換えにすりゃいいんじゃないかなってね、木でできたやつね。記念効果じゃなくて記念目下、そういうふうにすればもっといいのかもしれないですね。なんかそんなようなことをね、話してたことがあったと思います。国の借金のお話だったのだ。ほとんどの不動産投資家の心配事にローンの返済があり大きなリスクになるけど、万歳大家さんは無借金なのだ、気楽。だから万歳大家もね、まあ、あとね、そういうことするとその通貨の、ね、信用性がなくなって暴落するっていう心配あるっていうようなことあるかもしれないですけど、まあ、そういうことしても日本の、ね、ファンダメンタルズ、基礎体力っていうのはあると思うんで、どうにでもなるんじゃないかなと思ってるんですよね。何の話してんだ。そうだそうだ、大家さんの心配事ないです。ないです。なんて浮かれているから、この後大変なことが起こったのだ。大家産業の歴史に残る一大事、それも後日のお楽しみなのだ。それで今月末でね、今日27日、28日、29、30、4月は30日で終わりなんで、それで5月の連休挟んでなんで、まあ、5月の連休以降にね、お家賃支払う人もいるかもしれませんが、まあ、その滞納とかそういったような心配もね、ないんですだから、ね。というわけで、心配事がない大家さんのお話でした。にゃんごちゃんコーナーに入ります。あんたまた来たね。はい、撫でてあげるよ、撫でてあげるよ。あ、でも撫でてあげるよ。この胴体のでかいこと、日本でここ叩くと好きだよね。はい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 、はい、ゴロンしました。ゴロンゴロン、うわーゴロン、へへへ、トモコモの大きいナゴちゃんばっかしだ。